ゲームを見てみますか。皆さんどうでしょう。はい、ちょっとセッティングの時間を取らせてください。ランさん、ちょっとお手伝いいただけますかね。ありがとうございます。こんな感じです。これはゲームなんですね。チャイルド・オブ・エデンというゲームなんです。このゲームはその感覚で遊ぶゲームなんです。音楽やビジュアルエフェクトがシンクロするゲームなんです。それがあなたの動作とシンクロするのです。それがシナスタジア、いわゆる共感覚を呼び覚ますんですね。シナスタジア、シナステージア。これはアーティストの100年前の芸術家によって、例えばカンディンスキーとか、そういうアーティストによって使われた言葉なんですけれども、例えば彼はモスクワの街中を歩きながら、その街からインスピレーションを受けながら、その印象をキャンバスに塗ったわけですね。あるいはドイツのバウハウスアーティストですね。こういった
コンセプトを使いながら芸術を発展させたんです。これはいわゆるその感覚をまたぐの感覚のクロスオーバーなんですね。なので僕もこのシナスタジアのこの感覚をインタラクティブゲームに取り込みたかったんです。チャイルド・オブ・エデンではこれは新しいセンサーテクノロジーなんですけど、キネクトという技術です。ですからコントロールなしでゲームをやることができるんですね。なので自分の体を使ってそれをセンサーとして使うことができるんですが、まるで指揮者のようにプレイできるんですね。だから新しい感覚なんです。申し遅れましたが水口哲也と申します。すいません、申し遅れてました。私は20年ほどゲームクリエイターをやってきました。で、今日はゲームの未来についてお話ししたいと思っています。ゲームをやる人います？そんなにいないみたいですね。昔やってた人います？結構いらっしゃいますね。じゃあ今日は結構お年の人が来てるのかもしれないですね。どうですか、ゲームに対するイメージって、いいイメージ悪いイメージあります？どういう感覚を受け取りますか、ゲームをやってる時に。ゲームっていうのはですね、鏡なんです。人のその欲望を映し出す鏡なんですね。直感、夢、そういったものが全て映し出される鏡なんです。なので我々の純粋な欲望を映し出すものなんですね。ビデオのゲーム協会は40年の歴史がありますけれども、目覚ましい発展を遂げてきました。最初のゲーム皆さん覚えてます？私は10歳の時にやったんですけれども、白黒のゲームでした。ポングというゲームですね。皆さんやったことあります？僕と同じ世代ですかね、多分。このゲームよく覚えてるんです。私もキャリアを20年間積んできましたけれども、その中でも新しいアプローチをいろいろ試してきました。音楽をゲームにどう取り込んだらいいのか、インタラクティブな感覚をどう生み出したらいいのか、どう人を楽しませたらいいのか、気持ちよくさせたらいいのか、ハイにさせたらいいのか、笑顔をもたらしたらいいのか、希望をもたらしたらいいのか、どのように幸せをもたらしたらいいのか、いろいろ考えてきました。その工程の中でさまざまなことを学びました。ですから僕にとっては夢のような仕事なんです。これは本当にこういう仕事に携われて、人々を巻き込むことができて幸せに感じてるんですね。ではゲームの将来、未来どうなるんでしょうか。ゲームはこれからどこへ向かっていくんでしょう。レゾリューションはどんどん高くなってきましたし、ハイデフ、ハイレズになってきましたし、 5.1 チャンネルにもなりましたし、バイブレーションだって伝わるようになったんですね。そして触感、感覚、インターフェースも増えてきてましたし、ゆくゆくはその違い、リアルとバーチャルなイメージの違いが分からなくなってくるのではないかと思います。例えば映画を触ることができるようになるかもしれない、テレビ番組に参加できるようになるかもしれない、これ全て可能だと思うんです。近いうち実現化すると思います。ゲームは何かインタラクティブなものに変わっていくんだと思います。これからインタラクティブな何か、これはセンサリーかもしれませんね。いわゆる感覚ですね。感覚というのは人間にとって大事なものなんです。感覚は我々の人生を豊かにするものなんです。日本では数百年前の話ですが、染色職人たちが
彼らは色を見るとその色に名前をつけるわけですが、それは視覚だけではなく触ったり、その触覚あるいは嗅覚味覚で、そういったものを全部考えながら色に名前をつけたんですね。非常に感覚的ですよね。ですから日本の色の幅っていうのは非常に幅広いんです。普通の色の幅っていうのは狭いですよね。あと1000年ほど前ですが、日本には香遊びというものがありましたね。平安時代です。人々はお香を嗅いで、そこから感じ取れるような、感覚を俳句にしたり物語にしたりしたわけです。こういうものも非常に感覚的な喜びですよね。ですから日本人は非常に感覚的なんです。でこういう感覚がクロスオーバーするときには感覚が呼び覚まされます、刺激されますね。こういうときは一つの一種の、エモーショナルなケミストリーが生まれるんです。これからゲームは、センソラマ、感覚のドラマになっていくんだと思います。これが一つのゲームの未来の可能性ですね。そしてゲームの役割のもう一つとして、ゲームは新しいメディアとしての可能性を持っています。なぜならゲームはネガティブなものをポジティブにできるからなんです。ゲームをプレイするときに、例えば誰かに攻撃された場合、それをその状況を良くしていかないといけない、そういうものですよね。ゲームっていうのは、ゲームはそういう力があるんです。この力をじゃあ使ってゲームデザイナーは何をしているかというと、これを今度はリアルとバーチャルの架け橋になろうと思っているんですね。つなげようと思っているんです。ですからゲームで世界を変えることができるのかもしれないんです。これはイヴォークというゲームですが、ゲームデザイナージェーン・マゴニガルさんによってデザインされたもので、彼女は世界銀行研究所と共同開発しまして、アフリカを飢餓、地球温暖化、貧困から救うにはどうしたらいいのか、そういうテーマで作ったゲームです。そしてプレイヤーは2万人ほどいました。実際に行動を、リアルの世界で行動を起こした人がいるんです。これがゲームがどのように世界に貢献できるか、一つのいい事例なんですね。もう一つゲームがあります。これはバングというゲームですね。電通と指揮たすエンターテインメントによって開発されたゲームです。カンボジアには1500万人の人がいます。そして地雷も同じ数あるんです。このゲームのミッションは地雷を撤去することなんです。 AR や GPS の機能を使って、スマートフォンの機能を使って撤去するんです。そして地雷を撤去したら、実際に地雷を撤去することに貢献できるんですね、プレイヤーは。ですからこういったゲームが増えていくんだと思います。バーチャルとリアルの世界をつなぐようなゲームが増えていくんだと思うんです。40年前、白黒だったゲームが、あるいはピーオンで済まされたようなゲームが、技術の革新により表現の幅が広がり、ゲームをもっと感覚的な、あるいは刺激的なものにしてたんですね。今では誰もがアクセスでき、ソーシャルネットワークとなりつつあるんです。最近ではモバイルフォン、スマートフォンでゲームをする人が増えてきましたね。そして知らない人たちと一緒にソーシャルネットワークを使ってプレイするようになりましたね。ですから大勢の人がゲームをするようになったんです。これは一つの未来の印なんです。ゲームはスポンジなんですね。常に形を変えるメディアなんです。常に形を変えてるんです。ですからまさに日本、人間の欲望の鏡となっているわけです。
ですから、じゃあ今どこにいているかというと、インタラクティブメディアが生まれたばっかりの時点なんですね、今は。だからまだ 赤ん坊なんです。わずか40年の歴史ですから。ですから、インタラクティブ、ノンインタラクティブにどっちかに行くかもしれませんけれども、いずれにしてもこのゲームのポジティブパワーを使っていけば、そしてポジティブマインドの鏡のように反映させていければ、世の中をもっといいものにしていけるのではないかと思います。私の旅はまだこのようにして続きます。